11月の9日です、4日目ぐらいですかね、ずっと船酔いで、結構大変でした、やっと昨日はかなくなった感じです。今日初めて、ちゃんとご飯を食べた感じです。昨日ね、夜ワイルドジャイブ、上の風見センサーが壊れてワイルドジャイブしたんですが、なんとか、大事に至らなかったです。もうちょっと体調を整えてからちゃんと走りたいと思います。順位は20番目ぐらいでしょうかね。いいと思います。まだまだ先長いですし、これからまず体調を整えて、船もしっかり、船と共に走りたいと思います。まだ、本調子じゃないので、これからも慎重に走りたいと思います。完走を目指してこれからも頑張ります。僕と、ね、船はスピリットビューが大丈夫です。しっかり走ってます。